コンコン、ゆうきだっちゃ。先生、先生、先生、どうも、ひでたです。みんな、ハリー、どうも、ハリーです。どうも、ひろいです。ジュンジュンしてる、ジュンジュンだよ。やっとジョスーマーミです。こんにちは、りなです。はい、ということで、今回の企画は僕たちギャルパパが、子供と触れ合っていいパパが誰ができるかというのを判定してもらいたいと思います。はい、ということで、今回審査員はマハミと、ラブママのリノちゃんに来てもらいました。今何歳ですか？1歳7ヶ月になります。みんなはコモリみたいなしたことある？あります。俺も全然ない。前の子もめっちゃ見てくれた。パパの身にあやしてるから。で、今日はミッションが3つあります。で、1個目は抱っこする。抱っこする。で、2個目は笑わせる。で、3個目は一緒に遊ぶっていうのが3つのミッションなんだけど、そのミッションができてるかをマーミとリノちゃんは判定してほしいです。1人ずつなんかポイントが10ポイント制で1回1回審査してもらいます。怖い。1人5分間でコモリしていきたいと思いますって言ってほしいです。もう始まっちゃってます。子供をあやすために1人1個だけおもちゃを使っていいんだけど、それはなんか自分で選んでください。なるほど。はい、はい、誰が一番できそう？いやー、俺撮影前にジュンジュンなんか非常に絡んだから思ってたジュンジュンあるなと思った。あんまそこにしてたよ。撮影前から仲良くしちゃってるから。はい、では早速やっていきたいと思います。どうぞ。はい、早速一人目はジュンジュンからやっていきたいと思います。僕が選んだおもちゃはこのペンとホワイトボードです。イエーイ。じゃあ早速5分スタートします。はい、いきます。スタート。さっきからね、一緒に仲良くはしてるんですけど、遊んでくれてるって感じじゃないので、どちらかというと遊ばれてるんで、ちょっと頑張って。あ、止まって、止まって。ちょっとお絵かきするの今ね、トワ君サインをこう考えてます。未来のね、ギャル王かもしれないんで。はい、あ、片付けるの完成。トワ君完成。はい、一緒遊んでます。はい。うんちか、うんち。うんちか、うんち。うんちだよ。なんかうんちだよ。ミステリアス。ダメダメ、多分うんちだよ、これ。怖い、ちょっと。あ、でもちょっとニコニコしてる。あ、ほんと？だってニコニコしてる？ニコニコしてる。全然見られてない。ニコニコしてる。ジュンジュンだよ、やっぽー。完成と、トーク何？すごい、偉いですね。楽しい方なのかなって、たまん泣かないんですよね。全然人見知りもしないし。とわくんね、事前情報でね、車が好きっていうね、情報いただいてるんで、車ごっこします。ブーン、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 ブーン。あ、でも結構笑ってる。せーの、ブーン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 。抱っこ成功なんじゃないですか。早すぎだ。ラスト1分です。ほら、満面の笑みです。見てください。ここからラストスパートですね。あー、ダメダメダメ。立て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 。トマくん、ほっぺたにインクが。終了でーす、はい。そしたら2人にはその10点満点中の採点ミッションちゃんとできてたかとかを考えて点数を出してほしいです。はい、せーの、はい。6点。7点です。めっちゃ笑ってたの、うん、めっちゃキラキラ笑ってて、すごいジュンジュンと思って。でもなんかそのもっとガツガツ遊んでも多分もっと笑えた気がする。でもすごい笑っててすごいと思った。まあ、でも結構一緒に遊んでて遊べてたのかなと思ってちょっと7点にしたんですけど、もうちょっと全然遊んでも全然いける子だから、なんか一人でもやっちゃってる感がちょっとだけあって。ちょっと今暫定1位なんで抜かれないように頑張りたいと思います。はい、暫定1位です。お疲れ様です。
はい、ということで2番目は僕がやっていきたいと思います。で、今回僕が選んだのは帽子です。こちらベアンの帽子なんですけど、帽子だったら被らせればちょっと面白いかなみたいなっていうのがただの直感であって、まあ、おもちゃっていうのもありかなとは思ったんですけど、帽子で挑みます。満点狙いたいと思います。スタート。はい、あと帽子あるよ。帽子、帽子かぶってみ。紹介ね。YouTuber YouTuber だ、ね、どこだ、あんた、ママ、大好きだね。ねえ、ねえ、やられてる、やられてる、やられてるの。ママが一旦欲しいみたいな。よいしょ、一緒に休んで。僕のママ見とくよ。やだ、楽しませないとママに合わせなくてもいいって思うぐらい。めっちゃむずいね、あんたね。よいしょ。かわいい、かわいい、もう、来たな。え、どこ行った、どこ行った、マジ難しい、これ。これめっちゃ笑顔だ、めっちゃ笑顔だ。これ、これ負けるわ、マジで。あー、気をつけて、気をつけて、気をつけて、どこだ、どこだ、どこだ。あんた、これ好きなの。もう結構が浮くやなんだよ、すごいなんだよ。それなんだ。あ、行っちゃった。ママ大好きだ。うい、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 うい。ちょっと見て、こっち。よいしょ。あと、そんな動きたいの。あと、どう思ってるの、それ。おいで。ちょうだい、ちょうだい、それ。ちょうだい。はい、はい、はい、ありがとう。ちょうだい。どっちかな、くれるのは。おいで。感じの部分が結構ありすぎて、結構ね、4点だったね。まあ、確かにこの年って結構動き回るしさ、難しいかもね。すごい頑張ってたんですけど、一人でいろんなとこ行っちゃって、あまり興味持たれてなかったのかなってちょっと思っちゃって。はい、ということで、ハリーさん。はい。7点です。まあ、頑張ります、これから育児。お疲れ様でした。ありがとうございました。3番目は、俺が怪していきたいと思います。俺が使うおもちゃはこれです。これで、あ、ほらほらほら、天才じゃん、これ。よーい、スタート。え、てか、これもう抱っこに入らん。パパ言うて、パパ言うて、あほら、見て、この満面の笑み。こっち登る、登るか。おー、嬉しそう、嬉しそう。よいこさんです。あ、倒れちゃった。見て、この満面の笑み、かわいいね。ジューッ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 ジよいこ、これ見て、この満面の笑み。めっちゃ興奮してる。嬉しい。いる？あげない。やばい、なんてなんて。あ、よいしょ。もうこれ攻めていくしかない。普通に聞ける。普
通に息切れるですね。どうしたどうしたの母、大変なの感じた。いやおもちゃ選びめっちゃセンスあったんじゃん。どうしたどうしたどうしたおいでおいでおいで。はい、終了でーす。すごいじゃん。え、ちょっとすごくない俺。じゃあママたちの審査タイムです。じゃあ、せーのでオープンお願いします。せーの。うわ、めっちゃいい。意外意外だった。結構意外。俺マジで初絡みだった。すごい上手だった。うん、上手だった。だちょっと激しい部分そこだけちょっとね。激しいぐらいがやっぱり喜ぶ。まあ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 、おはぎゅうたくらまうんだよ。いや落ちないように気をつけてくれたりとかもしてたし、そういうとこもやっぱいいなってなったのと、すっごい興奮しちゃってるのが分かって。やっぱ精神年齢が多分俺が一番近いから。メンズの中で。ありがとうございました。パイセン、よいしょ。めっちゃ笑顔、マジでめっちゃ笑顔。じゃあ合計得点は18点でーす。暫定1位です。イエーイ、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、次は僕がやっていきます。僕が用意したおもちゃはこちらの風船ですね。スタート。はい、あ、来た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 。はい、どうぞ。真似しとるの。あれ、あ、もう飽きちゃったか。へへへ、かわいい。すごい、ずっと遊びますね。確かに、重くなんない。重くないですか、この時間。でも、ね、そろそろ食べるとか寝たほうが多分眠くなってくるけど、今はまだ多分楽しくて起きてるのか。え、これ、あるな、あるな。はいはい、はい、これ欲しい人、これ欲しい人。たくん、たくん、あ、ダメだ。たくん、こういう時に抱っこなんですね。あ、失礼します。ポジション、あ、やっぱすごいね、ガタやっぱいいから軽々しく持っちゃう。でかこう持って、でかきわ。楽しい。あ、俺高い高いね、得意。はい、あ、でも笑ってる笑ってる。うん、あれ。これあげるよ。これあげるよ。子供は不思議だ。これ楽しいの、これ。ラスト1分です。よし、笑わせよ。いや、ジボーン。あ、でめっちゃ笑ってる。終了でーす。そしたらママたちの審査タイムです。せーの、ドン。7点。おー、8点、7点。すごい笑ってて懐いてたんだけど、うん、もっとなんかさ、バーってなんかバーすか。もっと、もっと話しかけた方が良かった。あー、なるほど。見てて一番安心したメンズの中で。うん、でも結構楽しそうだったのと、一緒に遊んでるあげてるのがすごい良かったなって思って。あれだ。結構なんか抱っこされたりとか激しく遊んだりするの好きだから、うん、なんかそれでもっとやったら多分もっと笑ったりとか、なるほど、なんかゾーンに入っちゃったらもうずっと笑ってるから。はい、じゃあ流星くんの合計得点は15点です。よっしゃい。暫定2位です。暫定2位。はい。ではお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。はい、じゃあ最後は僕がやってみたいと思います。僕が使うおもちゃはこのバナナです。ただ僕本当に結構子供好きなんですけど、そう見られないかもしれないですけど、今心めっちゃ痛いことが起きてて、その1個前に流星がめちゃめちゃ遊んでるんですよ今も。流星どっか行っちゃうと泣いちゃうみたいな。頑張ります。あくびかいてるもん。でもいいな、やりたいね。たぶんあんだけ爆笑してたかな。じゃあ、それで、ごめんな、俺で。あ、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 
これ、いけるっすか？抱っこしたところからスタートします。いきます。抱っこ抱っこ抱っこ、このまま、よーい、スタート。走って、かわいいっす。困っちゃったなこれ。あれ申し訳ないっす。そうだな、もう引きつけてくれ一回ね。ちょっといつもいいよ。じゃあ、そうそう、そういう感じ。すごい、こんなことあるか。おもちゃだよこれ。どうおもちゃだ。ちょっと、あ、ママ、眠たいですね。それそうだよ。いや僕もうなんか予想しましたよ。最後の方って絶対眠たくなるから。そうだって、俺らってこんなさ疲れるじゃん、大人でも。それ疲れるよな。あ、おいで。あ、そんなに眠って。お、すごい。あ、リサ、おもちゃでリサ。あげる。おいでって言って肩に顔を置いて、あ、牛舎みたいな感じ。牛舎くん一瞬出ます。あ、出ますよ。心痛いっす。それはそれはなんかこんなにやっても見て、心痛いよ。心痛いっすよ。いや、痛いっすよ。あ、ごめん、後でね。牛舎くん、お前行くな。待って、心痛い。お前行くな。やっぱ言われた。やっぱなんかかわいそうだからちょっと。なんかかわいそう。あの、違うんですよ、なんか二人して。ラスト1分です。いやー、なんかさ、飲み物飲んでみたらぐらい。冷蔵庫興味ますか、美味しいものがあるみたいな感じで。うわー、見てはい、終了です。これ審査できるの？ちょっとかわいそうだった。え、何？5点あんの？最初不可能だったよね。ワンちゃんもう一瞬待ってゼロにしちゃおうかと思って。でもなんかちゃんと見たかった、まあ、機嫌がいい時に子育てしてるとこ見たかった。しょうがない。一緒に遊びたがってるのもすごい伝わって、でも多分ちょっと眠いのと一個前で多分めっちゃ懐いちゃって、見ててかわいそうになっちゃうぐらい。かわいそうになっちゃう。でも本当になんか遊びたそうなのすごい伝わってきて、ただ本当に多分タイミングとかがあったのかなっていう。ジュライ君の合計得点は5点です。ありがたいです、逆に5点くれて。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一番かわいそう。お疲れ様でした。はい、まあ仕方なかったですね。じゃあ結果発表していきます。いくよ。結果はね、こんな感じです。じゃん。1位が18点。うわー、やった。リオテじゃないの？僕じゃない。初絡みで。俺的にはなんかテンションがちょうど良かった。分最初からテンション高かったし、うん、そう。え、でも良かった良かった。今遊び出して。今やった。今打ち解けた。2位がね、流星ですね、15点。おー、素晴らしい。流星君やっぱこれだよ。流星君だ。で、3位がジュンジュン、13点。おー、頑張ろう。で、ハリューが7点。大丈夫そう。最初あんだけさ、なんか自信あってさ、そうそうそう、ジュライがね、5点ですね。これはしょうがない。なんか流星にとんでもないぐらいになってるよね。すごいね。おいでって言ってみて。おいで。おいで。おいで。
え、みんなどうだった？やってみて。いやでもマジで難しかった。いや難しい、5分なのにめっちゃの体力使ったもん。いや俺もめっちゃ汗だくなったもんママってすごいなはい、ということでじゃあ今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画いいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。じゃあバイバーイ。バイバーイ。